もうやっぱり相澤君のボディビルの競技人生としてまだ始まったばっかって、はい、始まったばっかですけど、はい、やっぱり鈴木雅史という男のこの存在はかなりのものだと思うんですけど、はい、もうあれですか、出会った瞬間からみたいな感じですか。あの兄の学生のゲストで来たんですよ、うん、それが多分2013年かな、全日本学生で来たん、確か来たんですけど、こんな人いんのかみたいな。で、あのゲストってやっぱ降りてくるじゃないですか、はい、で、あのやってた小松川ホールっていう、あの小松川の狭いんですよ、うん、狭くて、もうほぼ全員観客の、うん、観客全員の近く来てくれるんで、うん、やばかったですね。それでも、そう、で、それもちょうど日本選手権の後ぐらいだと思うんです、はい、世界選手権前ぐらいだったんで、うん、いやーもう忘れられないですよね、うん、衝撃でしたね、うん、もう一目惚れですね、はい。やばかったですね。ああ、まあ、じゃあもうそこをきっかけにもうその日のその瞬間から、はい、まあ、鈴木、うん、選手に憧れて近づきたい、なりたかったっすね、そうですね。鈴木選手を初めてトップのボディービルダーみたいなのが鈴木選手なんですよ。ああ、はいはい、だから日本選手権とかを行ったことないし、で行って出たのも神奈川オープンで出るだけしかしてなくて、僕見るっていうのもしてなかったんですよ。だから神奈川その多分同日やってたんですけど、選手権で優勝した人も僕知らないですし、うん、そこら辺でやってたっていうのをまず見たこともない、うん、その中でいきなりその当時の日本チャンピオンがバッて出てくるとやっぱすごいですよね。でやっぱ学生の大会を学生が見に行ったのが初めての大会なんですよ、関東学生が。でそこでうわ、大学生っていうか、まあ大学生の人たちでやべえなみんなって思って、でそこからの鈴木選手登場でやばいっすよね。そうですね、もう 3,4 回りぐらいでかいし、うん、絞れてるし、